皆さん、これは何だと思いますかメディア関係者、特に、ね、朝日新聞グループにとっては、トラウマになってるものですね。週刊朝日、2012年10月26月号、緊急連載スタート、橋下、救世主か修具の王か、橋本通りの DNA を遡り、本性を炙り出す、佐野新一。橋下奴の本性、という記事ですね。 六角形の、なんかこれはあれですね。なんか、弁前感というか、DNA とかそういうのをイメージしてるんですかね。橋本家家系図とかいうのがあって、橋本さんの父親は水平社外、格好被差別部落出身でとかですね。あとは、こっちなんか見ると、男はチンポ女は死急とかそういうことが書いてあって。さらにはですね、うん。橋本幸美ね。これ橋本とのおじさんですね。出身地の、 や、やお市安中地区には被差別部落があるとかね。そういうかなりえぐい記事なんですけども。じゃあこの結果どうなりましたかというと、こうなりました。お詫びします。この大きな活字でお詫び記事が翌週に出たんですね。で、そして11月31日になると、今度どうなったかっていうと、こうなりましたね。橋本通大阪市長めぐ連載記事について。 皮肉なことなんだけども、お詫び記事の方がね、最初の記事より長いと。で最初の記事はもう、一発で、一回で終わってしまいましたね。で、ここに色々とね、その、載せられた経緯っていうのは書いてあるんですけども、当時を知らない人もいると思うんで、知らない人でもわかるように説明しますね。もう10年近い前ですからね。2012年、この頃ね、どういう時代背景があったかっていうと、大阪で、 もう維新の会がね、イケイケの状態でしたね。で、当時橋本徹が大阪府知事をやってたんだけども、やっぱ大阪府と大阪市で権限の壁があって、大阪市っていう、まあ、大阪府のね、メインの市をどうこうできないのは、ちょっとね、やりにくいっていうことで、じゃあ、府知事辞めて、今度は大阪市長になるっていうことで、選挙を控えてた時期なんです。この維新の会って、 っていうのは、まあ、まずどっちかっていうと右側になるんですかね、保守系なんかね。一方で、大阪の既得権益をどんどん潰してやろうっていうことで、そうするとやっぱ既得権益側、もう自民党も民主党も、えー、共産党も、もう敵に回してたんですね。で、公明党に関してはちょっと抱き込んだのかな。で、既得権益といえば、もうブラック解放同盟っていうのはもうその大阪の同和の、 既得権益の塊ですから、当然橋本通とは対立するわけです。まあ、どっちかと,いうと民主党系の団体ですしね、解放同盟は。それに関してそれを、こう、ぶっ潰そうって言って出てきたのが、この橋本通の維新の会ですから。で、週刊朝日っていうのも、まあもう立ち位置からね、わかる通り、当然その、橋本通維新の会を叩こうっていうふうになるわけです。で、そこで出てきたのが、この記事っていう、まあそういう時代背景なわけです。ところが、 えー、その後、解放同盟から怒られて、で、社内でも問題になって、この長文の謝罪記事を載せるっていうことになってしまったわけです。なんでこんな風になってしまったか。この、当時のこの、ま、経緯なんかここにも書いてあるんだけども、 やっぱり今のね、マスメディアの体質変わってないんだけど、まあとにかくね、えー、センセーショナルな記事を書いて、で、読者の関心を引きつけたい。まあ、これはまあ、しょうがない部分でもあるんですね。一方で、これはダメだなっていう、今でも続くダメな部分っていうのが、 とにかく相手を叩けるときは叩く。で、この人権団のどう話っていうのも、何かマスメディアの人たちがね、高い権威を持ってるってわけじゃなくて、自分は安全側につこうと。勢いのある側について誰かを叩いてやろうと。なるべく自分たち安全な側に行こうっていう、まあそういう発想があるわけです。で、そこ行くとですね、これは日本の法律のおかしいところでもあるんだけども、まあそこにね、マスコミの体質は流されてるんだけども、一般人をね、 え、こう叩くと、事実であっても名誉毀損になるっていうところがあるんだけども、相手が公人だとね、急にそういうハードルがなくなるんで、もう相手が公人だったらとにかく叩いてやろうってなるんです。で、橋本通るっていうのはね、まさに大阪府知事で、府知事降りたと言ってもこれから選挙に出ようという立場だから、まあ公人なわけですよ。だから、何でも言っていいだろうっていうところと、で、さらに、 解放同盟と対立してるわけだから、じゃあもうこの部落の話も出して、出してボロクソに言っていいだろうと。あともう一つ背景として、この少し前に、週刊新調、あと新調45、今この雑誌もないんだけども、新調の月刊誌が当時あって、そこで上原義弘さんって、まあこの人も自分部落出身って言ってる作家さんなんだけども、この人が最初にこの橋本徹の、 出自についてあったんですね。親父がガス管加えて自殺したとか、おじさんが安中の童話地区に住んでて、で、そのことを自分、橋本通り自分自身も言ってたってか、そういう話をしたんですね、上原さんが。 だから、この記事の内容で、その、童話だの、部落だのっていう話は完全にその、上原義の受け売りなんです。で、そこに乗っかって、この、橋下とか言って、この、橋下っていうのも橋本徹さんの、こう、元の名字の読みですね。本来、橋下っていう名字読みなんですよ。これ実はあの、兵庫の部落の、に多い名字なんですよね。ということで、もう、この記事はもうタイトルからしても悪意ありまくりなんです。 前にやった上原さんの記事も結構ね、えぐいところまで突っ込んでるんだけど、あれは記事でそんな橋本さんを吊るし上げようとか叩こうとか人格攻撃しようっていう意図じゃなくて、どうだすごいだろう、うここまで調べてやったぞっていうような感じの記事なんで、そんなに悪意のある記事じゃなかったんだけど、もう週刊朝日は悪意丸出しでやってしまったわけですね。で、最後にその童話地区名出したのがまずかったとかね、その部落に関してはセンシティブなので強制るべきだったとか、チェック体制が、 甘かったとかなんかいろいろ書いてるんだけども、じゃあだから朝日とかあとはメディアが反省してるかってしてないですよね。実はね、この2000年代って結構ブラック関係の事件とか不祥事とかメディアが報じてたんです。アスカ会事件を筆頭に、あとはポルシェ中川事件とかね、あの童話対策終わる前後、あのハンの事件もありましたね。その頃は、 結構触れてたんだけども、この2012年以降、ぱったりとね、こう同っていうことをね、まあ、怖くて出せないんですよね。で、それで、まあ、やるとしたら、解放同盟の提灯記事ぐらいしか出さなくはなったわけです。メディアのね、じゃ本質的な問題って、一番の問題やっぱ、ブラック問題の関しての知識がない。そこもね、今は全国ブラック調査が出てきて、相当知識が得られるようになったので、今だったらね、 だいぶ分かってきたんだけども、まあ、まあ当時なんかはなおさら分からなかったわけですねでまあ今でもねそのマスメディアはやっぱこのことのトラウマがあって書けないで下手なことを書くとやっぱ解放同盟が押しかけてくるからそういう時にやっぱりねこういう過去の弱みがあると強く出れないわけですねマスメディアの方々にね僕は言いたいんだけども最近その童話とかブラックとかね もう無視してますよねこうネガティブな話になると。だったらその、じゃあ無視するんだったら解放同盟とか、ね。あとまあ、童話なんか他の童話団体とか、あと法務局なんかを無視したらいいんじゃないのって僕思うわけですね。うん。無視するんだったら全部無視して、無視してしまえよって。で、その、その方面として、いや、もうメディアっていうのは独立なんでと。ね。で、何かあってもそれは社内で取り組むことなんで。 っていう風に、ちゃんときっぱりとね、上の方針としてね、やればいいわけですよ。もう無視するんだったら、もう徹底的に無視するっていうのをやった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。その、ネガティブなことを無視するんだったら、もう解放もの提灯記事なんかも書かなきゃいいと思うんですよ。もう全部無視してね。ただ、まあそうは言っても難しいところがあるんですよ。 もう昔に比べればそのマスメディアっていうのはなんか自分でこうなんかやってやろうっていう危害があったわけですよ。まあこれもある意味危害があってやったと思うんですよ。ただそのその危害があっていうか頭悪かったからこんな記事になったわけで、その危害だけはあったんだけど、今はもうその危害さえもなくなって、最近やっぱマスメディアの関係者がね、もうサラリーマン化してる。で、さらにサラリーマン化っていうのを超えて今もう完了化してますね。 まるでお役所みたいですからね、最近。むしろね、なんか役所よりも役所っぽくなってますよね、メディア関係が。あと、やっぱこの問題っていうのはね、やっぱブラック問題だけに限らないところがあるんですよ、このマスコミの体質っていうところの問題として。とにかく相手が叩ける相手だったらどんどん叩こうと。よくメディアがね、そのネットの 悪意がどうとか、こう、匿名での誹謗中傷がどうだの、こうだのっていうことを、まあ、当時から書いてましたよ。うん。テレビとか新聞とか言った、言ってたけど、でも実際はこの、オールドメディアの方がやることは劣いですからね。それはもう人を自殺に追い込んでますからね。あの、岩手の小泉健利とかですね。あとは、なんだっけ、あの、九州で、特活さんだっけ、あの事件。 あれなんかもね結局メディアが追い込んで自殺に追い込んだようなもんですからねで最近はこうネットの炎上なんかにね乗っかってますからねネットの炎上に乗っかって人叩くようなことやってますからねでまだの陰謀論がどうだのっていうけどあの左翼陰謀論にあったあんまりでしょあの 淡路島の殺害だったら、ある意味あれ、左翼陰謀論者がやった犯罪なんだけど、ああいうことに関してあまり不楽突っ込まないし、その、いわゆるこの左側の、あとはあと解放同盟系、そっち関係が誰かを叩く場合は自分らも乗っかってガンガン叩きますからね。それもある意味、追い込まれた人を袋叩きにするっていうことで、そんなもんネットの誹謗重傷とか悪意とかと大差ないと僕は思いますからね、そういうことをやるのも。 だからメディア関係の人っていうのはやっぱ僕はちゃんと反省してないと思う。大事なのはやっぱ自分でちゃんと考えてね、誰かその強い側、勢いのある側について、で、こいつなら叩いて安全だろう、だったら叩こうとか、そういうことじゃなくて、やっぱこう真実を伝えてですね、真実を伝えるということ、で、間違いがあったら正すことと。で ま正しいこと、間違ってること、そういうことをちゃんと自分で判断していくっていうことが大事なんじゃないかなと思います。ということでね、この本はね、ちゃんとこのメディアの在り方っていうのを考える上で非常に大事なものだと思うので、今後も語り継いでいくべきじゃないかと思います。こういうのね、あの、 漫画レリアとか明日の話題とかでね、筋書きでこの週刊朝日の橋下事件とかやったらね、面白いし視聴者つくと思うんですよね。ということで今日の啓発動画でした。